では、XSI のヘアシミュレーションの例をご紹介していきたいと思います。こちらの女性のモデルですが、これからこのモデルの髪の毛を作っていきたいと思います。まず全体を選択し、先端を選びます。先端部分を選択します。トランスレーションでこのように動かします。現在、片方だけしか動いておりませんので、一旦アンデューを行って、この髪の毛全体に対象マップを定義します。このようにしますと、先ほどの先端を選択した状態で、このようにシンメトリーに動かすことができます。適当に髪の毛を配置します。横から見ています。このように IK で動かしているのと同じような感覚で髪の毛を調整することができます。では他の部分の髪の毛を選択します。同じように髪型を定義していきます。今あまりにも左右対称になっていますので、長さを右と左で変えてあげたいと思います。変えたいときは変えたい部分をタグで選択し、ヘアモジュールからカットを実行します。そうするとこのように長さを瞬時に変えることができます。また現在髪の毛が少し寝た状態になってしまってますので、髪を選択しパフを実行します。少し盛り上がりました。さらに髪を細かく修正していきたいと思います。通常のムーブポイントで髪の毛もコントロールすることができますが、今シンメトリーになってますね。シンメトリーをオフにしたいと思います。ここでプロポーショナルモデルを使用すると、周りのポイントも引き連れて一緒に変形させることができます。現在パラメーターが小さすぎます。そこでプロポーショナルのパラメーターを右クリックし、距離を指定します。適当なパラメーターを入力します。では再度ポイントを動かします。このように動いている様子がわかります。こんな感じで調整を行うことが可能です。では髪型がだいたい決まりましたら、今度はダイナミクスを与えていきたいと思います。作成の中からダイナミクスを実行します。これで物理計算が行われます。さらにフォース、外力を設定していきたいと思います。環境の中からフォースを適用し、今回はタービランスを実行します。ではアニメーションを再生してみます。現在リアルタイムで計算を行っています。このように非常に高速にヘアの計算を行うことができます。再度髪の毛を選択し、パラメーターを変更していきたいと思います。ロックをかけ、現在ヘアのレンダリングのパラメーター、これが 7% になっています。つまり実際にレンダリングされる数の 7% がジオメトリーとしてこのように表示されているわけです。ここで全体の計算を軽くするために、ここのパラメータを4に指定します。
そうすると髪の毛が減りまして、より高速に動くようになりました。次に髪の毛ですが、髪の毛そのものにインスタンスを設定することで、より密度を上げることができます。ここでは束の密度を0から3程度に変えていきたいと思います。さらにその密度が先端の部分なのか、または根元の部分なのかという調整を行うことができます。先端の方にしてみます。そうすると先端の部分の髪の毛の数が増えたのがわかります。また逆に根元の方にすると、根元から数が増えているのがわかります。ここでは先端部分にしておきます。ではエフェクトのタブを選択します。例えばカールを設定したり、または縮れを設定することで、自分の好きなヘアスタイルを容易に作り出すことができます。さらにあらかじめプリセットがいくつか用意されています。もちろん自分でプリセットを使用する、作ることも可能です。